船木幸恵勲の日、船木幸恵は、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した安藤氏、佐竹氏の家臣である。船木幸恵家は、代々港、安藤氏の家臣であった。安藤氏の命を受けて、土崎港沖の口を切り開き、以降安藤氏の軍船総支配役となり、足軽数十人を付け置かれ、 代々雪恵と少子海岸の軍備や商船の取り締まりを行っていた。工事年中に、羽黒氏が軍船で攻め込んできた時には、安藤軍船を指揮し防戦して退させた。元気6年には、港町大官を応接狩り11代雪恵に至る。11代船木雪恵は、慶長7年に、秋田三根末が、日立国市市へ転覆された際、三根末の命令を受けて、 土崎港に残ることとなり、残留した子卒や、町人の管理に当たった。佐竹氏の土崎港入場に伴い引き続き、軍船支配、船同役を応接かり、名字、縦脇号面の待遇を受けた。慶長8年4月、久保田城下町地割不信法支配役を応接かった、幸恵は5月23日久保田に宅地を賜り、土崎港の城町から転居した。 宅地は表口30軒で永久除地とされた。雪恵が住むことになった一帯の町名は、雪恵が以前住んでいた町名を取って、城町とした。また、これを機に雪恵は、騎兵と名を改めて、子孫もこれを襲名した。慶長9年8月28日、久保田城への新白絵選手祝賀の当日、雪恵は城に呼び出され、不審の苦労を称され、お酒好きを頂戴し、 五門付け自服を配慮した。その後、慶長10年から慶長12年にかけて、川尻村の荒れ地を開拓し、土崎港の町民を移住させ、新城町、坂田町、幕郎町、梶町の町名を付けた。これらの町名の多くは、土崎港の町名を模している。さらに通り町から五町目までを切り開き、五十三町を造成した。その行により行方は、 AQ& として倉でべえ300国を配慮した。佐竹市入国前の港街道は、豊島拓佐川松崎、赤沼手堅いず三村笠岡村、八柳村土崎港という経路であったが、行江はこれを不便として、牛島久保田八橋寺内土崎港という、振動を開き、現那2年に完成した。歓迎元年、共作等により、犯罪性の困窮を指した雪江は、 AQ& の倉前300国を藩に献上した。寛永8年には、通り城川下から川口までの朝日川筋掘り替えにて、工事支配役を応接勝った。その後、久保田船木幸恵を初代として、子孫は多くが騎兵を名乗り、久保田町商也の職を継承した。久保田船木幸恵から数えて15代の白子は、1901年3月29日に、 秋田市議会議員に初当選して、1923年まで12年間在職した。また、長期にわたり衛生組合長の任にあり、二度にわたり衛生功労の表彰を受けた。1922年7月、船木幸恵の久保田町地割等の功労を永遠に検証するため、秋田市、千秋公園の八幡秋田神社本殿前に、船木幸恵木伊沢の日が建てられた。 船木幸恵は現在でも土崎新明社祭の引山行事の題材として人形が作られている。ありがとうございます。